10月も折り返しになりましたがまだまだ暑さが続いています昨日は全国の半分くらいの地点で最高気温が25度以上の夏日となりました東京では昨日までで4日連続の夏日となっているなど暑さが長引いている状況です今日も各地平年を上回る暑さとなりますので、えー、昼間は半袖で過ごせる陽気となりそうです ただ一方で天気は崩れてきていまして今日は広い範囲で雨となります。まずは現在の雨雲の様子から詳しく見ていきましょう。この時間は北海道から東北北部そして日本海にかけて一つオブの帯状の雨雲がかかっています。それとは別に太平洋側にもまとまった雨雲がありましてこの一部が陸上にかかっているような状況です。で、今日の天気図を見てみると 前線や低気圧が日本列島を通過していますので今日は全国的に曇りや雨のところが多くなってきます前線に近い日本海側から雨が降り出しまして太平洋側でも午後にかけて雨の範囲が広がってくるでしょう場所によっては雷を伴ってざっと強く降る恐れがありますで具体的にその雨の嘘を見てみると基本的には日本海側から雨雲が南下してくるんですが太平洋側でも だんだんと雨の範囲が広がってきます東海や関東では夜遅くにかけて雨の残るところがありそうです各地の予報マークで見てみると今日は広い範囲で曇りや雨となりそうです日本海側の地域は午前中ほど雨が降りやすく雷を伴ってざっと強く降るところもありそうです日本,海側も日本海側だけでなく太平洋側でもすっきりしないお天気となり 雨マークのない東京でもにわか雨がありそうです続いてその雨の降る確率ですけれども本州を中心に午前中ほど高めの値となっています東京は午前午後ともに40%とやや高くなっていますので出かけるときに雨が降っていなくても雨具を持ってお出かけくださいそして予想最高気温です 今日も全国的に平年を上回る気温で10月とは思えない暑さとなります特に東日本から西日本にかけては軒並み25度以上の夏日が予想され東京では27度高知や鹿児島では29度まで上がって真夏日に迫る暑さとなりそうです西日本では気温が高いだけでなく湿度も高く蒸し暑くなりますので熱中症には十分お気を付けください でこの先周回報で見てみると西日本は天気が変わりやすくなっています。木曜日金曜日雨マークがないところでもにわか雨にご注意ください。そして土曜日広い範囲で雨が降った後は気温が下がり来週は少し気温が下がって涼しく感じられそうです。 続いて東日本から北日本にかけてです。こちらも短い周期で天気が変わって、えー、雨が降るところもところどころ出てきそうです。で広く雨が降るのは土曜日なんですが、この雨が季節を進める雨となり、北海道では雪の降るところもあるでしょう。天気も気温も変わりやすくなっていますので十分お気を付けください。